This is Chance Paul 199 ラブ6番アイアンで行きたいと思います。お願いします。うわっ、木バリ邪魔、まずい、これはね、まずい。カラニシはもううまいと思います。頑張ったよ、僕。前半、まあ、お互い悪いから、マジでお互いゴミ。でもそれながらハンデ込みで7打差かい。いや、1打差でしょ。ああ、ハンデ込みで、そうだ、12あるうちの、うん、まあ、12で考えて、ああ、そう、ね、そう、7だから残り5、後半5ハンデがある状態で5からしていきます。ちょっと後半は前半の反省を生かして、はい、全く練習の成果を出せなかったんで、まあ、飯も食ったし。飯はどうでした？まあ、大好きな担々麺を食べて。好きなんだよ。はい、好きです、担々麺。何この本当の昼ご飯の話って。昼飯あと眠たくなるんですよね。だから言ったじゃん、最初の動画でさ、なんてアマチュアだろ、飯食ってだれ。あー、出た出た。だからその反省生かしきれない。だからこれね、教訓で、そばとか食う人ってうまい人多い。だから腹5分目とか消化しやすいとか、お腹にたまんないもん、やっぱ炭水化物取りすぎると眠くなるから。なるほど。なに、担々麺にライスに、バソシにタコの唐揚げ。はい、ちょっと食べてます。後半この人崩れます。だって美味しいんだもん、口数が減ります。ご飯美味しいんだもん。だからそういうのも考えて、まあ試合だとスルーなんで、お昼休憩がないから、そこも慣れないといけないかもしれない。ゴルフってお昼ご飯もね、楽しみで、レストランが有名なところも多いですし、それも一つですけど、やっぱスコアを出していくには後半頑張るために、ちょっと後半崩れやすいっていう方は、お昼ご飯食べるメニューもちょっと考えた方がいい。まあ楽しみにしてる人も多いから、やめ、いいか、何か頼む、好きなもの食べればいいか。いきなり不安になりましたね。そう、でもなんかそういうのを結構コントロールするようにはしてるかな、俺とかも。うん、本当はなんか俺も畳のライスとか食べたいけど抑えて、今日とかもやっぱあんまり炭水化物食べないのマジで。けどね、312足りねえな。来ました、これ。入るんじゃないですか。あるな。言うのやめとこうかな。なんか言ってからミスが多い。5、手前ですかね。いいとこ来たんですか。ちょっと手前ですかね。わかんないです。入ったんですかね。いや、前言撤回します。隣のコースから行きます。100ヤードです。はい、お願いします。うまいリカバリーが、キツさん、大回りした方がいいです。蜂の巣があるんでちょっと避けます。隣のコース、そうなんですよ。からさ、はい、打った方がいいんじゃね。そうなんですよ。気づいてます。気づいてる。出会った頃から気づいてるけど、うん、隣のコース買った方が良くない。そうなんですよ。僕は本当に昔からそうっす。俺申し訳ない、これスラだよね。入るスラだよね。はい、師匠が師匠なら弟子も弟子。何それ。何や、お酒ってやつ。
僕はその気用がないんで。よし。よし。飯後にしてはいいスタート。うまいパッティングしたね。あたす。まあ、よかったね。だ家であの練習して、はい、立てて、ペットボトルのこともいいから、またなんかやったら。うち2階建てなんですけど、階段上がったところ、もうパターンもと常に引いてあるのに、全然練習しないです。それだから下手なんだよ。はい。俺は、トイレの前に引いてる。これ皆さんもやったわ。トイレの前に引いて、トイレに入るのに5回連続で入れないとトイレできない。やっぱ。だそのぐらいメンタル追い込むんですよ。なるほどね。追い込んだ状態で、人ってさ、いくら追い込んでもその時の心理状況になれない。なるほどね。聞いてる？だからお腹が痛いとかトイレに行きたいっていう時に5球連続入れるってプレッシャーマジである。それをマジおすすめです。だから固まって思ってる方はトイレの前に引いて、はい、トイレにこれを、まあ、3球でいいと思います。3球連続ちゃんと入れないと入れないとかいうふうに自分で課すと、それきついね。結構メンタルも鍛えられてパッティング良くなります。じゃあちょっとおすすめやってみようと思いました。ここね、勝負のロングなんですよ。だいたいこう勝負のロングってのが後半来るんで、チュッ短いんですけど、甘く見たらやられると思って刻みます。えらい、はい、学習したね、はい、師匠見て、はい、刻むな。ドローンなんでね、ガチえぐりしてく。ナイス、これ完璧だ。ナイス。これが普通に120ぐらいだからさ、安全。安全？アイアンの方がいいかな。7番とかで、7番でかい、うん、でかいね。 8とかでいいんじゃない。で安全ね、3打目ちゃんと打てるところの方がいいんだよ。じゃあ8番で刻みたいと思います。お願いします。おお、距離分かんなかったんだよ。言ったよね、大事なホールだって。なんでちゃんとやんないのよ、京太郎。俺っすか。うん、京太郎のせいじゃん。すっごいダサいっすよ今。危ねえな。なんか今殺されそうだったよね。殺意感じたんだけど、僕から。これチャンスホールっすよ。シンプルに家族に勝てるチャンス。ナイス、ナイスやん。ギリギリセーフでしたよ、京太郎。落ちたと思ったんですけど ね正直。入る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 。おお、入ったと思った。起死回生のバーディー。オッケーですか。ウェヒウェヒ、京太郎のせいだから。めっちゃいいじゃないですかこれ。ありがとう、ありがとうございます。皆さん、読まれなさすぎたっす。
なんだよこれ。4パットじゃん。やば。なんでこんな入らんの。いやだからカートパットなんやつ。やばくない。バーディーパットを打ちすぎてしまう傾向にある。マジやばくないこれ。病気だと思うんだけどね。やばくない。パーオンして4パットでしょ。パーオンした時の方がするよ。やばマジで。でもとりあえず寄せていくしかない。なんかカズくんが狙うって言ってるんで俺先に打ちます。おーい、刻みなんで。もう。続きのパターン聞いてるぜ。聞くんですよ。ボディブルのように。これはいってる。やばすぎ。ちゃいましたね。マジ？あれカズ君か。あれ？俺奥まで行った？やばくない？俺あれだよこれ。あそこっすか？あそこなんだけど。超えちゃったんすね。行ってきます。もう。気持ち入れ替えて。はーい。あー、超えた。抜けた。危なかった今。なんとか抜けましたね。耐えた。すごいな、あそこからここに落としたんですか。誰だと思ってんの。うまいな。カズプロ様です。なんで俺がちょっと真面目にやるとなんか失うんですか。そんなキャラじゃねえの。俺が70-60度です。はい、お願いします。そこに止まるんだろうなみたいな安心して 見てられましたね。誰だと思ってんの。風プロ様です。やめて。試練だと思ってね、はい、そういう時に限ってそういう距離が残るんですよ、はい、試練だよ、はい、ただこんな時になっちゃダメ。プライベートで試合になるもんだから。試合だったらどうなるよ。やんまいよ。やんまい。やばい。途中あれ足痛んでやめます。全然ありえるよ。ナイスバーディー。しゃ。ここは入れてきたいポジション。解きたかった。耐えたー。すごいなら今それ半分から入んねん。焦ったぜ。なんかやんねん。あぶねー。ナイス。大ミスライオンするとこだった。めちゃ下から入ったっ。あぶねー。これ左どこっすね。意外と俺打ったところでいいかもしれない。ねえ。下から入った。むっちゃ手で上げたテイクバック。2万右です。私のボールはキットさん、こういうとこ強いじゃないですか。いやいや、まあね、本当に。とんでもないショット出せる。まあでも、ここ別に空いてるからね、前。あ、
本当だ。173ヤード7番で軽くお願いします。めっちゃうまくないこれ。おお、うまいだけどなんでこういうところが見てんの。ほんとっすよ。ほんまに何やねんこれ。なあ、俺もう全部右とか曲げようかな。もう戦術の一つですよね、一発目あえて外すみたいな、相手を油断させるみたいな。やばすぎなんだけど。新しいゴールです。新しいゴール。まあいいやつか、あそこからパターン入るんで。とこしか見てないから。なるほどね。カップなんてなくたって入るんですよ。入ってないわ。え？こういうホールがあるんですよ。いや俺行ってそうやな。魔のホール。横を描いたらやばいこれ。魔物に食われる。いや、もう近場近い行くっしょこれ。なんか俺行ける気がする。耐えろ。マンキー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 。あれこのホールで一番やっちゃダメなやつ。なるほど。あれもマジの刻み。なるほどね。ということは、ということですよ、私はこっちだ。なら右だよな。うわ、これすごいっすね。これすごいっすね。こんな打つとこないっすよ。これマジ怠すだけ。さっきのバーディーパットが入んなかったのがここで響いてくるんですよね、ゴルフっての。同じとこ。182っすね。シャンクしてるな。しょうがないね、そのライは元々苦手ですからね。182ヤード7番お願いします。3打目です。入ってるなぁ。ナイス。ナイスオン。今すげえなぁ、右手離して。これってさ、なんかさ、うん、経験なのかな。いや、多分そうじゃないですか、さすがに。頭では間に合うわけないじゃん。うん、体がとっさに反応してるんだよね。でも、奇跡的に僕もその瞬間あるんですよ。お、それ才能じゃん。
ドライバー結構多い。そこにゴルフのセンスってもしかしたらあるのかもしれないよね。俺、あっと思って右手離すとめっちゃストレートボールとかあります。30ヤード。けどな、今の打ち方自分的にも良かったよね。良かった良かった。これはさすがに。切れたよ。はい。はいよ、こっちから。失礼します。覗き込むように打ってみようかな。ゴーヘル。どうしよう、ほんま、やるしかないね。練習するしかない。すごすぎ、マジで。めっちゃ力入ってるもん。マジで。うん、もう体固まりまくってる、パターやるとき。構えてからすぐってこと。いや、マジキモい。考えすぎでしょ。そういうこと。うん、そこでどんどん筋肉固着させる。もうやばいよ、パターのとき。もう筋肉痛になるぐらい力入ってる、これ。でしょ。クッって。だ、はい、パッ、もうパパンって打ってる。なんかどんどん震えてくる、体が。キモいキモい。キモい。会いたくて震える。こ、あー震えてるな。会いたくて震える。震えてる。震えてる。うん。外してもいいから試してほしいな。今までやってたことは全部間違えてんだから、だから入んねえんだから、はい、今までのことに違ってダメ。はい、オッケー。今どうやってた。上から手元を出した。今のストロークすげえから。いや、今のいいパット。よし。